それでは両チームのスターティングメンバーを予想フォーメーションでご紹介します。 3-5-2 を予想しています。ホーム鳥取です。ゴールキーパーは田尻、3バック右から石田、鈴木、藤原、アンカーの位置に瀬瀬、ウィングバック右に小牧、左に安藤、ツーシャドウに原田と清永、そしてツートップは田口と大久保。前節から4人を入れ替え、選手の配置も変えてきました。アウェーさぬきの予想フォーメーションです。 4-4-2 を予想しています。ゴールキーパーは高橋、4バック右から小松、西野、竹内、薩川、ダブルボランチは西本と岩本、右に川崎、左に中村、ツートップは栗田と重松。あくまで予想フォーメーションです。こちらもシステム、メンバーともに変えてきました。守護神鳥取、田尻健です。ここまでは全試合で失点をしています。キッカーは13番の重松。風は向かい風です。少し戻るかもしれません。直接狙っていく、強烈なシュートでしたが枠の上でした。中村、中に上げた、低いボールこぼれた、シュート、重松ブロック。13番重松のシュート、小牧のブロックでした。栗田、手を使いながら右足でシュートを放っていく、枠の左、ジャストミートはしませんでしたが、原田がボールを持って中を見る。キックも上手い選手です。ファーサイドへのボール、田口へ通りません。まだ安藤が残っていました。安藤、縦トップあるか、スピードもある。安藤、中に入れた、シュートになった。突破からのシュートを放っていきました。アグレッシブなプレーです。左サイドからだからなせる技かもしれません。利き足のサイドの左サイド、8番の安藤です。4番の鈴木はファーサイド、曲がってきたボール、ヘディングでもう一度セセがふわっと上げた、いいボールが入った。大久保のヘディングシュート、ポストに当たった、こぼれている。セセからのいいボール、大久保のヘディング。しかし前には大久保、今清永が上がっていきます。そして右には小牧、小牧は推進力があります。縦突破、そしてシュートもある。そして田口です。田口からのボール、大久保、惜しいシーンでした。走り込んでいったのは11番の大久保。右サイド、さぬき、川崎、そして岩本、重松、この3人が右サイドに寄っています。そして中村、中村シュート、おーこぼれた。しかし田尻がセーブしました。最終ラインまで下げます。藤原はロングフィードも蹴れます。ブライのボール走らせる、さあ大久保、大久保ボックス内、シュートか、清永、決まった。清永たける、2試合ぶりのゴール、素晴らしいシュート。19番の清永たける、藤原からのいいフィードがありました。そして大久保、シュートかと思われましたがかわしに行って、結果的にはアシストとなりました。まあ、大久保としては自らかわしてシュートというイメージもあったかと思いますが、落下点にうまく入って清永先制ゴールを決めました。先制点は3番藤原のフィードから始まりました。さあ田口、一人でも行ける選手、田口仕掛ける、田口シュート、こぼれた、惜しいシーンでした。9番の田口優也、頭を抱えました。一人ついていたんですがスピードでぶっちぎりました。もう一度川崎、ダイレクトで中に上げる、ファーサイドヘディングシュートとなりました。ここも競り勝ったのはさぬきです。重松、薩川、薩川、薩川から西本、キックフェイント、シュート、西本惜しいシーンでした。薩川つないで、ここシュート打つと見せかけて、まだこぼれて川崎、前節はここからアシストをしましたが、仕掛けてシュート狙う、浮いたボール、まだこぼれている、重松落として、シュート、中村俊太落としてシュート、ここにマークはついていませんでした。そして裏空いています。渡辺、中に入ってきている重松はニアサイド、重松マークがずれていました。安藤、シュートもありますが流した、カニ中へシュート、まだ残っている、カニシュート、カニ枠の上を越えていきます。ボランチの選手ですが前のスペースによく入ってボックス内に侵入していきました。それに
その高身長の選手たちに対しゾーンで守ります鳥取。上がったボール、優しいボール、ヘディングシュート。ここも競り勝ったのはさぬきでしたが、枠内に飛ばすことはできません。マイボールはさぬき。ここも瀬能のディフェンス、会場から大きな拍手。代わって入った瀬能、守備で貢献します。ここもシンプルに上げるボール、小松の向こう側。ここで試合終了のホイッスル、長い笛が吹かれました。今季初のホームでの勝利、田口も満身創痍です。ホームのサポーターの前でやっと今季初の勝利を届きました、ガイナーレ鳥取。